ハインリヒ5世は、ライン九中博。バイエルン皇圏作選公、ハインリヒ志世と、イングランド王ヘンリー2世の娘、マティルダの長男。神聖ローマ皇帝ンシュバーベン大公統4世、リューネブルク公、ビルヘルムの2位。イボアニのハインリヒ4世が溶接したため、実質上の長男となった。プファルツ系ベルフェン家の祖。母の小国であるイングランドで育ち。 1193年にライン宮中博、コンラートの娘アグネスと結婚、1195年のコンラートの死により、ライン宮中博領を相続した。この婚姻がきっかけで、1194年にはコンラートの兄である皇帝フリードリヒ一世とハインリヒの父であるシシコウが和解するに至った。1195年に、父シシコウも死去した。1197年に、 皇帝ハインリヒ6世が死去した際、ハインリヒ5世を含むほとんどの有力諸公が十字軍に参加しており、不在であったため、1198年に当時、帝国諸公でもなかった弟夫4世が対立王に選ばれた。ハインリヒははじめ、弟夫4世を支持していたが、1203年からフィリップに寝返り、北ドイツの所領をいくつか手に入れた。 1212 12年に、ライン宮中白霊を、このハインリヒ六世に譲り、おいのルーネブルク公、オットーの元へ身を寄せた。しかし、ハインリヒ六世は、死死なく1214年に死去し、ライン宮中白衣は、ビッテルスバッハ家のバイエルン公ルートビヒ一世に与えられた。ハインリヒ五世の娘アグネスは1222年に、ルートビヒ一世の息子オットー二世と結婚し、以後、 ライン宮中白衣は、ビッテルスバッフ派家が継承していくこととなる。ハインリヒは1227年に、ブラウンシュバイクで亡くなり、遺体は、ブラウンシュバイク大聖堂に葬られた。妻アグネスフォン・ホーエンシュタウフェンとの間に3人の子を、儲けた。1209年頃にアグネスフォン・ランツベルクと、結婚した。ありがとうございます。